はい、オルガンライフです。今日もためになる情報、楽しい情報を提供してきます。では見てください。はい、オルガンライフです。今日はちょっとしたミニマリストの知恵、まあミニマリストって言うと物をあんまり持たない、まあ、そういう中で音をよく収録したい、例えばデジカメを持っててこれでこんな感じで収録したい、そういう場合デジカメの機能はいいんですけど正直音は悪いんですよね。まあその理由として2つ。まず1つはオートフォーカスの音が入る、カリカリ音が入る、カリカリ音が入る。特に社外品のレンズを使うとその音目立ちますね。あの純正レンズを使うとあまりないんですけど、まあだからといって専用のマイクとかそういうの揃えるの、それも煩わしいですよね。だったらどうするか、スマホ使っちゃえばいいです。 iPhone とか Android のスマホ、録音機能がついてます。これを使うだけでいい音で撮れますね。 iPhone だったらボイスメモ、ボイスメモを起動してそれ録音状態にする。この状態でこう三脚とかに取り付ける、まあ、三脚なければテーブルの上に置いていいですね。でこれで口にできるだけ近づける、近づけすぎると、まあ、呼吸音とか入っちゃいますから、まあ、ほどほどに、このぐらいがいいかな、このぐらいで喋る。あとスマホのマイクの位置もチェックしといて、マイクを口側にする。そうするとより大きい音で入りますね。もうちょっと近づけてもいいかな、このぐらい。結構ベタベタ目ですね。このぐらいで音を取っとけば、あと無加工で使えるはずです。十分強い音が入るはずですね。動画編集ソフトも本格的なものだったら音にコンプレッサーかけたりとか増幅したりとか、あとでノイズを取ったりとか、そういう機能がついてるんですけど、通常のものですとそういうのがなかったりするんですよね。そういう場合でもビデオカメラの動画とスマホで撮った音声を重ねればいい音で撮れますからね。他にもテクニックとして、録音する前に何か手を叩く、そうすると鋭い音が両方に入ります。その音のタイミングを合わせれば音合わせ楽ですね。だからスマホ持ってる人、ぜひスマホのレコーダー機能を使って音を取る、やってみてください。簡単に音良くなりますから、音の加工も不要ですね。何もやらなくてもいいです。あとトークだけを収録する、そういう人も専用にマイクとかを買う、レコーダーを買う、それも物が増えるからスマホで録音しちゃえばいいじゃないですか。十分いい音で撮れますよ。いい音で録音したい、でも機材は増やしたくない、そういう人はぜひスマホを使った方法を試してみてください。ではバイバイ。オルガンライフです。定期的に役に立つ情報を提供してきます。ぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録、この画面からできます。オルガンライフ登録お願いします。